日清戦争は1894年7月25日から1895年4月17日にかけて日本と新国の間で行われた戦争である。なお、正式に宣戦線布告されたのは1894年8月1日であり、完全な終戦は台湾の平定を終えた1895年11月30日とする見方もある。 李氏朝鮮の地位確認と朝鮮半島の権益をめぐる争いが原因となって引き起こされ、主に朝鮮半島と両党半島及び公開で両国は交戦し、日本側の勝利とみなせる日清講和条約の調印によって終結した。講和条約の中で日本は、清国に李氏朝鮮に対する総主権の放棄とその独立を承認させたほか、清国から台湾、 宝庫諸島、両党半島を割上され、また巨額の賠償金も獲得した。しかし、講和直後の三国干渉により、両党半島は手放すことになった。戦争に勝利した日本は、アジアの近代国家と認められて、国際的地位が向上し、支払われた賠償金の大部分は、軍備拡張費用、軍事費及び、皇室財産となった。以下、 和歴を含む西暦という形式で年月日を表記する。特に断りがなければグレゴリオ歴である。東学農民運動と日清中平百8 9 4年1月上旬、重税に苦しむ朝鮮民衆が宗教結社の東学党の下で放棄し、農民反乱が勃発した。自力での鎮圧が不可能なことを悟った理事、朝鮮政府は、 創始国である新国の来園を求めた。新国側の派兵の動きを見た日本政府も、天身条約に基づいて、6月2日に日本人居留民保護を目的にした兵力派遣を決定し5日に大本営を設置した。日本側も部隊を送り込んできたことを危惧した朝鮮政府は、急いで東学党と和睦し、6月11日までに農民反乱を終結させると、 日清両軍の速やかな撤兵を求めた。しかし、日本政府は朝鮮の内乱はまだ完全には収まっていないとして15日に日清共同による朝鮮内政改革案を提示した。これを拒絶した新国政府が日が双方の同時撤兵を提案すると、24日に日本は単独で改革を行う旨を宣言し、これが最初の絶好書となった。同時に、 日本の追加部隊が派遣され、6月30日の時点で、新国兵2500名に対し日本兵8000名の中流部隊がソウル周辺に集結した。日清海戦1894年7月上旬、同時撤兵を主張する朝鮮政府及び新国側と、朝鮮内政改革を要求する日本側の間で、交渉は平行線をたどったまま決裂し、14日に、 日本政府は二度目の絶好書を新国側へ通達した。その一方で日本はイギリスとの外交交渉を続けており、7月16日に日英通商公開条約を結ぶことに成功した。懸案だった日清双方に対するイギリスの中立的立場を確認した日本政府は、翌17日に新国との改選を閣議決定し、23日に 朝鮮王宮を事実上占拠して、構想から朝鮮独立の意思確認と、新国兵追放の依頼を引き出した。この大義名分の下7月25日の海戦と28日の陸戦によって、新国中流部隊を駆逐し、ソウル州兵を勢力下に置いた日本は、8月1日に新国に対して宣戦布復刻した。 戦争の推移1894年8月から、日本陸軍は、新国陸軍を撃破しつつ、朝鮮半島と両島半島を制圧し、日本海軍は9月の艦隊決戦に勝利した後に、旅順港と異海英を攻略して、翌年2月に航海と渤海の聖海圏を掌握した。近代化された日本軍が中国本土へ自由に上陸できるようになったことで、 新国の首都北京と天津一帯は丸裸同然となり、ここで新国側は戦意を失った。1895年3月20日から日清両国の間で講和交渉が始まり、4月17日に講和が成立した。両軍の交戦地となったのは朝鮮半島と両東半島と満州最南部及び、航海と三島半島東端であった。 講和条約の調印1895年4月17日に調印された日清講和条約の中で日本は李氏朝鮮の独立を深刻に認めさせた。また台湾、宝庫諸島、両島半島を割上させ賠償金として2億両が支払われたほか日本に対する最恵国待遇も承認させた。講和直後の23日に ロフツドク三国の外交要求が出されたことで、日本はやむなく、両党半島を手放した。5月下旬に、日本軍は領有権を得た台湾に上陸し、11月下旬までに、全土の平定を終えた後に、行政機構を敷いた。台湾の軍政が民政へと移行された1896年4月1日に、大本営が解散した。戦争に勝利した日本は、 アジアの近代国家と認められて、国際的地位が向上し、とりわけ、イギリスとの協調関係を築けるようになった。日本、戦線召直、朝鮮派帝国家、それの死に経由して列国のごともに、おさむかしめたる独立の一国たりしかもして、深刻派ごとに自ら朝鮮をもって続報と、称し、深刻に対する戦線の召直では、朝鮮の独立と改革の推進、 東洋全局の平和などが歌われた。しかし、象徴は名目に過ぎず、朝鮮を自国の影響下に置くことや市位の領土活譲など、自国権益の拡大を目的にした戦争とする説がある。戦争目的としての朝鮮独立は、清の勢力圏からの切り離しと親日化あるいは、事実上の保護国化と考えられている。それらを図った背景として、 ロシアと朝鮮の接近や前者の南下政策等があった。日清戦争の原因について、改戦を主導した外務大臣、むつむねは、元来日本国の宣言するところにては、今回の戦争はそのいまったく、朝鮮をして独立国たらし面にありと改装した。三谷博史、並木より樹、月足達彦編集の、大人のための近現代史の言い方では、朝鮮は、 それ以前の近世における国際秩序においては中国の属国として存在していた。それに対して近代的な国際関係に入った日本国は朝鮮を中国から切り離そう、独立させようといたします。いわば朝鮮という国の国際的な地位をめぐる争いであったということとなる。新国戦戦勝直、朝鮮派が大臣の反平たること200年余り。 都市二職校をおさむめる派中外ともに散る所たり、西欧列強によるアジアの植民地化と日本による朝鮮の開国、干渉とに刺激された結果、清朝浅間の宗主、半族関係を近代的な宗主国と植民地の関係に改め、朝鮮の従属化を強めて、自勢力化に止めようとした。日清戦争について一口加藤事件を、 2890年代の日本初の教皇を三帝国議会初期の政治不安を起点に考える立場がある。ここでは最も過去に遡る一高下党事件の背景から記述する。19世紀半ばから東アジアは西洋列強の脅威にさらされた。その脅威は17世紀の西洋進出と違い。 経済的側面だけでなく、政治的勢力としても直接影響を与えた。ただし、列強各国の利害関心、また日清朝の地理と、経済条件、政治体制、社会構造などにより、三国への影響が異なった。大国の清では、公衆一行に貿易を限っていた。しかし、アヘン戦争とアロー戦争の結果、多額の賠償金を支払った上に、 領土の割譲、十一項の開港などを認め、また不平等条約を締結した。このため、1860年代から、肝心官僚祖国藩、理工省等による近代化の試みとして、業務運動が展開され、自国の伝統的な文化と制度を土台にしながら、軍事を中心に西洋技術の導入を進めた。したがって、近代化の動きが日本と大きく異なる。 例えば外交は近隣との相反関係をそのままにし、この関係にない国と条約を結んだ。日本ではアメリカ艦隊の来航を契機に、江戸幕府が鎖国から開国に外交政策を転換し、また西洋列強と不平等条約を締結した。その後、新政府が誕生すると、幕藩体制に変わり、西洋式の近代国家が施行された。新政府は内政で、 中央集権や文明開化や布告強兵などを推進するとともに、外交で条約改正、隣国との国境確定、清し朝鮮との関係再構築など諸課題に取り組んだ。結果的に日本の近代外交は真の作法体制と摩擦を起こし、日清戦争でその体制は完全に崩壊することとなる。朝鮮では、摂政の団員君も進めた。 衛星赤茶運動が高まる中、1866年にフランス人宣教師救名などが処刑された。報復として、高架党に侵攻したフランス極党艦隊との交戦に勝利し、撤退させた。さらに同年、通称を求めてきたアメリカ武装商船との間で事件が起こった。翌1867年、アメリカ艦隊五隻が朝鮮に派遣され、 同事件の損害賠償と条約締結等を要求したものの、朝鮮側の抵抗にあって同艦隊は去った。大院君は、二枚の両艦隊を退けたことで自信を深め、旧来の外交政策である鎖国と上位を続けた。1868年末、日本の新政府は朝鮮に王政復興を伝える処刑を渡そうとした。しかし朝鮮は、 従来の形式と異なり、文中に、宗主、国清の皇帝だけが使える、はずの皇と直の文字があったため、処刑の受け取りを拒否した。数年間、日朝の国交交渉が進展せず、この余波が様々な形で現れた。1871年9月13日、対日優和外交を主張した、李交渉の尽力により、日清修行条記及び、 通商商定が締結された。この外交成果を利用して日本は、清と相反関係にある朝鮮に対し、再び国交交渉に臨んだ。しかし、それでも国交交渉に進展が見られない1873年、国内では対外戦争を招きかねない、西郷隆盛の朝鮮剣使が大きな政治問題になった。結局のところ十月、明治天皇の祭下で、 朝鮮剣士が無期延期とされたため、剣士賛成派の西郷と板垣大助と江藤新平など5人の賛議及び約600人の官僚、軍人が辞職する事態となった。翌年2月、最初の大規模な士族反乱である佐賀の乱が起こった。日本が政変で揺れていた1873年11月、朝鮮では便匹一派による宮中空デターが成功し、 鎖国上位に固執していた摂政の大院君が失脚した。この機に乗じて日本は1875年2月に森山茂を朝鮮に派遣したものの、今度は服装など外交儀礼をめぐる意見対立により処刑交換の前に交渉が再び中断した。日本は朝鮮半島沿岸の測量を名目に軍艦2隻を派遣して軍事的圧力をかけるも、 直接は、効果がなく、依然交渉は停滞していた。同年9月20日、軍艦、運用が、高架島周辺に停泊していたところ、朝鮮放題から発砲を受け戦闘が始まった。12月、日本は、特命全権大使に、黒田清高を任命し、軍艦三隻などを伴って、朝鮮に派遣した、結果、翌1876年2月に、 日朝修好条記が調印された。日清両国は1871年に日清好条記を調印したものの、琉球王国の貴族問題が未解決であり、国境が確定していなかった。しかし、後期の朝鮮での勢力争いと異なり、1871年の宮古島,島島民遭難事件を契機とした1874年の台湾出兵でも、 1879年の第二次、琉球処分でも、海軍力で日本に劣ると認識していた清志が、因任辞聴して譲歩したことにより、両国間で武力衝突が起こらなかった。当時、日清は、講和会を設立するなど、アジア主義と呼ばれる観点から、西洋列強を共通的とする動きもあった。ただし、台湾出兵と琉球処分は、清志に、 日本への強い警戒心と再日心を抱かせ、その後、日本を仮想敵国に北洋水史の建設が始まるなど、清に海軍増強と積極的な対外政策を取らせた。そして、その動きが日本の軍備拡張を促進させることになる。朝鮮政府内で開国、近代化を推進する開花派と鎖国、上位を訴える赤茶派との対立が続く中、 日本による第二次琉球処分が朝鮮外交に大きな影響を与えた。日本の朝鮮進出と続国消滅を警戒する清が朝鮮と西洋諸国との条約締結を促したのである。その結果、朝鮮は開国が規定路線になり、1882年5月22日、米朝修行通商条約調印など米英独と条約を締結した。 しかし、政府内で近代化に努めてきた、開花派は、清に対する態度の違いから分裂してしまう。後期の通り神後事変後、清が朝鮮に軍隊を駐留させて干渉するようになると、この、真の方針に沿おうとする恩恵的開花派と、これを不当とする急進的開花派との色分けが、鮮明になった。党派の観点からは、前者が優勢、後者が劣勢であり、 また、国際社会では清志が、前者、日本が後者を支援した。1882年7月、首都ハンスンで、処遇に不満を抱く軍人たちによる暴動が起こった。暴動は、民衆の反日感情、開国、近代化に否定的な団員訓練の思惑も重なり、日本人の軍事顧問等が殺害され、日本公使館が襲撃される事態に発展した。事変の発生を受け、 日清両国が朝鮮に出兵した。日本は命からがら帰国した講師の花房義室に軍艦4隻と不評1個大隊などをつけて再度朝鮮不にを命じた。居留民の保護と暴挙の責任追及、さらに未決だった通称規則の要求を通そうとの姿勢であった。8月30日、日朝間で住み物、裏条約が締結され、日本講師間警備用に 平員弱干の中流などが決められた。日本は12月に軍拡8カ年計画を決定するなど、人口事変が軍備拡張の天気となった。清も旧来と異なり、派兵した3000人をそのまま中流させるとともに、内政に干渉するなど、同時変が対朝鮮外交の天気となり、朝鮮への影響力を強めようとした。 例えば、中国朝鮮商民水陸貿易商定では、朝鮮が、真の属国、朝鮮国王と清の北洋通商大臣とが、同格、外国人の中で、新国人だけが、領事裁判権と貿易特権を得ると、とされた。その後、朝鮮に、新国人の居留地が設けられたり、清が、朝鮮の電信を管理したりした。なお、同時編後、日本の、 平成は西洋に習いて、といえども、新国の純昇格軍に比し、遥かに劣れり等の認識を持つ、管理院員の超配林が、統制論を上層した。1884年、ベトナムをめぐって清とフランスの間に緊張が高まったため、朝鮮から中流進軍の半数が帰還した。朝鮮政府内で劣勢に立たされていた、金玉金など、旧進会下派は、 日本公使竹添慎一郎の支援を利用し、恩開会派政権を打倒するクーデターを計画した。12月4日にクーデターを決行し、翌5日に新政権を発足させた。その間、4日夜から、竹添公使は、日本の警護兵百数十名を連れ、国王保護の名目で応急に散大していた。しかし6日、遠征外率いる中流新軍の軍事介入により、 クーデターが失敗し、王宮と日本公使館などで日清両軍が衝突して双方に死者が出た。政変の結果、朝鮮政府内で日本の影響力が大きく低下し、また日清両国が協調して朝鮮の近代化を図り、日清は朝で欧米列強に対抗するという日本の構想が挫折した。なお、日本国内では、 天津条約が締結される1ヶ月前の1885年3月16日、時事新報に脱アロンが掲載された。1885年4月18日、全権大使、伊藤博文と、北洋通商大臣李工省の間で、天津条約が調印された。同条約では、4ヶ月以内の日清両軍の撤退と、以後、朝鮮出兵の事前通告及び事態収拾後の、 即時撤兵が定められた。なお、この事前通告は、自国の出兵が相手国の出兵を誘発するため、同条約には出兵の抑止効果もあった。ジョルジュビゴーによる、当時の風刺が日本と中国が互いに釣って、捕らえようとしている魚をロシアも狙っている。旧来、朝鮮の対外的な安全保障政策は、創始国の清一辺倒であった。しかし、 1882年の人後事変前後から真意の保護に干渉と軍事的圧力が伴うようになると朝鮮国内で清との関係を見直す動きが出てきた。例えば、急進的開花派は日本に頼ろうとして失敗した。朝鮮が真の保護下から脱却するには、それに代わるものが必要であった。清と朝鮮以外の関係各国には、 朝鮮情勢の安定化案がいくつかあった。日本が進めた朝鮮の中立化、一国による朝鮮の単独保護、複数国による朝鮮の共同保護である。さらに、日清両国の軍事力に蹂躙された更新政変が収束すると、ロシアを軸にした安定化案が出された。つまり、朝鮮半島をめぐる国際情勢は、 日清の二国間関係からロシアを含めた三国間関係に移行していた。そうした動きに反発したのがロシアとグレートゲームを繰り広げ、その勢力なんかを警戒するイギリスであった。イギリスはもともと天津条約のような朝鮮半島の軍事的空白化に不満があり、日清どちらかによる朝鮮の単独保護内し、共同保護を期待していた。 そして1885年、アフガニスタンでの紛争をきっかけに、ロシア艦隊による栄光案一帯の占領の規制を制するため、4月15日に巨文島を占領した。しかし、イギリスの行動により、かえって朝鮮とロシアが接近し、朝鮮情勢は緊迫してしまう。ロシアは、ウラジオストク基地保護のために、朝鮮半島制圧を意図した。 朝鮮情勢の安定化の3案は、関係各国の利害が一致しなかったため、形式的に実現していない。例えば、第一次路上密約事件後、イギリスが真の総主権を公然と支持し、清による朝鮮の単独保護を促しても、北洋通商大臣の利口省が、日露両国との関係などを踏まえて自制した。もっともイギリスは、1891年の、 ロフツ同盟やフランス資本の資金援助によるシベリア鉄道建設着工などロシアとフランスが接近する中、日本が新英政策を取ると判断し、対日外交を転換した。日清戦争前夜の1894年7月16日、日英通商公開条約に調印し、結果的に日本の背中を押すこととなる。結局のところ朝鮮は、 関係各国の勢力が均衡している限り、少なくとも一国の勢力が突出しない限り、実質的に中立状態であった。明治維新が対外的危機をきっかけとしたように、帝国主義の時代、西洋列強の侵略に備えるため、国防、特に解剖は重要な政治課題の一つであった。しかし、財政の制約、血税一揆と、持族反乱を鎮圧するため、 海軍優先の発想と主張があっても、陸軍の建設が優先された。ただし、1877年の西南戦争後、陸軍の実力者、山形有友が、強兵から、民力給与への転換を主張するなど、大図軍閣が追求されたわけではない。軍閣路線への転機は、1882年に、朝鮮で勃発した、神後事変であった。 事変直後の同年8月、山形は、タバコ税増税による軍閣を、9月、岩倉智美和清を、仮想的国とする海軍増強とそのための増税を建議した。12月、政府は、総額5952万円の軍閣8カ年計画を決定した。同計画に基づき、 陸軍が3年度後からの兵力倍増に、海軍が翌年度から48隻の県間計画等に着手した。その結果、一般会計の採出決算額に占める軍事費は、翌1883年度から20%以上で推移し、軍閣8可燃計画終了後の1892年度の31.0%が日清戦争前のピークとなった。 軍拡路線が続いた背景には、人後自変後の国際情勢があった。例えば、1888年に、山形は、内閣総理大臣の伊藤博文に対し、次のように上進した。我が国の政略は朝鮮を自主独立の一報告となし、欧州の一強国、ことに乗じてこれ、朝鮮を略有するの憂えなからしむにあり。 軍事意見書現実2 8 8 4年、翌年の清仏戦争、1885年から1887年のイギリス艦隊による朝鮮の巨文島占領、路長密約事件、ロシアのシベリア横断鉄道敷設計画機構があった。その上、1884年の更新政変、1886年の北洋艦隊来工事の長崎事件など、 清と交戦する可能性もあったただし、当時、日清間の戦争は、海軍力で優位にある大国の清が日本に侵攻するとの想定で考えられていたに収益した、清の庭園は、同警官鎮園とともに当時、世界最大級の30.5センチメートル砲を4問、備え、装甲の分厚い東洋一の県間であり、日本海軍にとって、 化け物のような巨大戦艦であった。なお、1885年5月、兵力倍増の軍閣計画に沿った賃貸条例改正により、編成上、戦時三河師団体制から戦時六河師団体制に移行した。さらに1888年5月、6つの賃貸が師団に改められ、常設六河師団体制になった。機動性が高い師団への改変は、 国土防衛軍から外政軍への転換と解釈されることが多いものの、機動防御など異なる解釈もある。1890年代に入ると、陸軍内では従来の防衛戦略に代わり、攻勢戦略が有力になりつつあった。しかし、海軍力に自信がなかったため、後期の通り、日清戦争の大本営、作戦大方針に、正解権で3つの想定があるように、 構成戦略に徹しなかった。戦時中も、元君で、第一軍司令官の山形有も陸軍大将は、同じく元君の井上薫宛に次のように、書き送った。平壌陥落は実に、意外の結果、引き続き、後悔、海戦大将これまた予想の外、軍閣の結果、現役の陸軍軍人、軍属数は、 西南戦争前年の1876年に39,315人であったのが、日清戦争前年の1893年に73,963人となった。現役の海軍軍人、軍属数は1893年が13,234人であり、 軍艦の総トン数は1876年の14,300トンから1893年の5861トンに増加した。一般会計の歳出決算額に占める軍事費は1876年度に17.4%であったのが1893年度に27.0%となった。1889年、 内閣総理大臣に就任した山形有友は安全保障の観点からロシアの脅威が朝鮮半島に及ばないように朝鮮の中立化を構想した。それを実現するため、新及びイギリスとの協調を模索し、とりわけ清とは共同で朝鮮の内政改革を図ろうとした。しかし、そうした山形首相の構想には閣内に強い反対意見があった。 安全保障政策で重要な役割を果たす三人の閣僚、つまり外務大臣の青木修造、陸軍大臣の大山岩尾、海軍大臣の河山助けが異論を唱えたのである。青木外相は日本が朝鮮、満州東部、東、シベリアを領有し、清が西シベリアを領有するとの強行論を唱え、大戦陸将は軍備拡張に基づく、 公正的外交を取るべきとし、ヤ山海省は清とイギリスを仮想敵国にした海軍増強計画を立てていた。もっとも三大臣の反対意見は抑制された。なぜなら軍備拡張に財政上の制約があったからである。また海軍内には敵国を攻撃できるような大艦を建造せず、召喚による近海防御的な解剖戦略も有力であった。 そして何より当時政治と軍の関係は山形など元君の指導する前者が優位に立っていた。1892年再び首相に就任した伊藤博文は日清共同による朝鮮の内政改革という山形の路線を踏襲した。ただし第二次伊藤内閣も第一次山形内閣と同じように首相と異なる考えの閣僚が存在し、 日清改戦直前に外務大臣と軍部の連携が再現されることとなる。交信政変後に締結された転進条約により、以後の朝鮮出兵が日清同等になった。しかし、このことは朝鮮での日清均衡を意味しなかった。清は軍事介入で交信政変の混乱を収集させ、また親清政権が誕生したことにより、 朝鮮への政治的影響力をさらに強めた。軍事的にも朝鮮半島と主要港が近い上に陸続きで出兵と増派に有利であった。したがって天津条約は日本が新との武力衝突を避けている限り朝鮮での真の主導権を温存する効果があった。例えば日清戦争前年の1893年日本公使 大石正美の強硬な態度により、日朝間で、亡国令事件が大きな外交問題になったとき、伊藤首相と北洋通商大臣の理工賞との連絡、協調により、朝鮮が賠償金を支払うことで決着がついた。このように改戦前年の伊藤内閣は、真の助けを借りて、朝鮮との外交問題を処理しており、武力で、真の勢力圏から朝鮮を切り離そうとした。 日清戦争と全く異なる対処方針を取っていた。しかし、翌1894年、朝鮮で新たな事態が発生し、天津条約締結後初めて、朝鮮に日清両国が出兵することとなる。両軍の進撃経路朝鮮国内の交互の汚戦争1890年代の朝鮮では、日本の経済進出が進む中、米、 大豆価格の高騰と地方間の搾取、賠償金支払いの圧力などが農村経済を疲弊させた。1894年春、朝鮮で東学教団構成員の全法順を指導者に民生改善と日曜の進出阻止を求める農民反乱交互農民戦争が起きた。5月31日、農民軍が全羅同士と全州を占領する事態になった。朝鮮政府は、 清への延兵を決める一方、農民軍の専務に当たった。なお、6月10日、または11日、清と日本の武力介入を避けるため、農民軍の平成改革案を受け入れて、全州和約を結んだとする話が伝わっている。日清の朝鮮出兵当時の第二次、伊藤内閣は条約改正のために3月に解散総選挙を行ったものの、 5月15日に開会した第6議会で南極に直面していた。同日、中英公使、青木修造より日英条約改正交渉が最終段階でもはや悲願が見えたとの電報が届き、18日に条約改正案を閣議決定した。悲願の条約改正が先か、対外交六波による投格が先か、日本の政局が緊迫していた。その頃、 朝鮮では、民乱が、交互農民戦争と呼ばれる規模にまで拡大しつつあり、外務大臣、むつ宗光が、伊藤首相に、今後の模様により、軍艦派出の必要を買うと進言した。5月30日、衆議院で、内閣弾劾上草案が可決されたため、伊藤首相は、弾劾を受け入れて辞職するか、賞賛のないまま再び、解散総選挙をするか、内政で窮地に陥った。 翌31日、文部大臣、井上武氏が伊藤首相に対し、天身条約に基づく朝鮮出兵の事前通知方法と出兵目的確定について手紙を送っており、首相周辺で出兵が研究されていた。開会から18日後の6月2日、伊藤内閣は、数密院議長、山形有友を交えた閣議で、衆議院の解散と、 清氏が朝鮮に出兵した場合、公使館と居留民を保護するために混成旅団を派遣する方針を決定した。5日、日本は敏速に対応するため、参謀本部内に史上初めて大本営を設置し、大本営の命令を受けた第五師団長が、不評大九旅団長に動員を加盟した。ただし、派兵目的が公使館と居留民の保護であったことも、あり。 陸軍に比べて海軍は初動が鈍く、また修理中の主力艦がある東湖の時点で既存戦力が揃っていなかった。日本が大本営を設置した6月5日、新の巡洋艦2隻が新川沖に到着。日清両国は天津条約に基づき6日に清が日本に対し、翌7日に日本が清に対して朝鮮出兵を通告した。清は 8日から12日にかけて上陸させた陸兵2400人をガザンに集結させ25日に400人を増派した。対する日本は10日帰国していた講師大鳥圭介に海軍陸戦隊警察官430人をつけ首都半数に入らせた。さらに16日、根性大級旅団の半数約4000人を二川に上陸させた。しかし、 すでに朝鮮政府と東学農民軍が停戦しており、天津条約上も日本の派兵理由がなくなった。軍を増派していた清志も半寸に入ることを控え、火山を動かなかった。日本軍の応急戦領、日清海戦朝鮮は日清両軍の撤兵を要請したものの、両軍とも受け入れなかった。6月12日、慶城目下の形成に手派。 カの兵士侵入に対する政党の理由なきを恐れると打言してくる大取講師に何らかの積極的な方策を与えようとした道の区は伊藤首相と協議した。その結果、15日の閣議に伊藤は一案を提出した。一朝鮮の内政改革を日清共同で進めるにそれを清が拒否すれば日本単独で指導する方針を閣議決定した。出兵の目的は 当初の公使館と居留民保護から朝鮮の国政改革のための圧力に変更された。当時、解散総選挙に追い込まれていた伊藤内閣は国内の対外強行論を無視できず、成果のないまま朝鮮から撤兵させることが難しい状況にあった。21日、新国は日本の提案を拒否し、事態は平成に返した以上、あくまで撤兵が先決である。 新国は朝鮮の内政に干渉する気はない。まして朝鮮を独立国と称している日本に内政干渉の権利はないと反駁した。日本側はこの新国の拒絶を受けて伊藤内閣と参謀本部海軍軍令部の合同会議で先に大鳥講師の要請により二川に留まっていた混成旅団三部の輸送再開を決定し十三日に 形状へ到着した。同日、新の中日講師に内政改革の協定提案が送付された。27日、出発を延期していた、混成旅団の後続部隊が8隻の輸送船を連ねて新川に入り、翌日上陸した。日本軍はこれで、ガザンの新国軍の3倍に達したと見られた。27日、道の区。 今日の形成にては行がかり上海戦派引くべからず、一手局を我が二府、ハザル原理派、同、なる手段にてもし利、り、戦の口実を、作、ルベシと君令。まさに海戦直前の状況になった。しかし28日、条約改正交渉中のイギリス外相が調停に乗り出す動きを見せた。さらに30日、ロシア公使、ヒトローは、 道のくと会談、ロシア政府は、日本が朝鮮政府の日新両国の撤兵という希望を受け入れるよう勧告し、かつ日本が新国と同時撤兵を受け入れないならば、日本政府は重大な攻めを負うことになる胸忠告すると申し入れた。これで日本側の改戦機運には一気にブレーキがかかった。7月2日、道のくはヒトローに次のように回答した。 日本政府は、当学判断の原因は除かれていないし、判断そのものもなお、全く後を絶つに至っていないのではないかと考える。日本政府は侵略の意思はないし、判断再発の恐れがなくなれば撤兵する。7月9日、清の総理が問総領大臣喜び親王が、日本の撤兵が前提として、イギリスの朝廷案を拒絶した。10日、ドイツとの対立を、 重要視していたロシア本国政府は、これ以上朝鮮問題に深入りすることを禁じた。同日、中路講師、西徳次郎より、これ以上ロシアが干渉しない、との情報が外務省に届いた。11日、伊藤内閣は、真の朝廷拒絶を非難するとともに、清との国交断絶を表明する、第二次絶交書を閣議決定した。12日、道の区、大鳥講師に、 今派断然、樽処置をせすの必要あり。小にかっかはかつく注意して、世上の避難を起さざるさま公実を、線、尾、これをもって、実際運動を発無べしと訓令。14日、日本の第二次絶好書に、交所邸が激怒し、三の海戦医師が李公省に打電された。15日、李は、ガザンの新軍に、ピョンヤンへの回路撤退を命じた。 18日、回路撤退が困難なため、増援を要求してきた、ガザンの新軍に対し、2300人を急破する、こととした。なお16日、県安の日英通商公開条約が調印され、伊藤内閣にとって、海戦の大きな障害がなくなった。7月20日午後、大島公使は、朝鮮政府に対して、一新国の総主権を認める。 中朝商民水陸貿易商定の廃棄に続報保護を名目として朝鮮の自主独立を侵害する新軍の撤退について22日までに回答するよう申し入れた。この申し入れには朝鮮が新軍を退けられないのであれば日本が代わって駆逐するとの願意があった。22日夜半、朝鮮政府は一国内の改革は 自主的に行うに乱は収まったので、日清両軍は撤兵することを回答した。7月23日午前2時、日本軍混成大級両団が、駐屯地立山からハンスンに向け進軍を開始。民間、人を、して電信線を切断させ、不評一個大隊が、朝鮮王宮を攻撃し占領した。日本は、国王構想を支配下に置き、 大院君を再び担ぎ出して新政権を受立させた。そして新政権に対してガザンの新軍を相当するよう日本に依頼させた。2日後の25日に豊島沖海戦が29日に青官の戦いが行われた後8月1日に日清両国が戦線復刻をした。なお後日、海戦前の状況について武宗むねは次のように回想した。 外交にありては非道者、受け身、たるの地位を取り、軍事にありては常に帰戦をせいせむ。権権力もっとも、一連の海戦工作について、明治天皇は、陳の戦争にひずと漏らしたと伝えられている。また、海戦前夜の海軍大臣、西郷嗣道海軍中将について、次のように伝えられている。北洋艦隊の優勢なるをはばかるがために躊躇したり。外務次官。 林忠の回想録、あとは、昔の北島沖海戦、河登る号事件、河登る号撃沈の場面を描いた駅吉に、駐在する領事と武漢から、新軍増派の動きを知った、大本営は、7月19日編成されたその日に、連合艦隊に対し、一朝鮮半島西岸の正海権と、仮根拠地の確保、に兵員増派を発見次第輸送船団と、 護衛艦隊の破砕を指示した。25日、豊島沖で日本海軍第一遊撃隊が、真の軍艦、墨園、甲乙を発見し、海戦が始まった。すぐに、墨ンが逃走を図ったため、直ちに、吉野と何和は追撃した。その途上、真の軍艦、三沢港と、甲登る号と遭遇した。甲登る号は、朝鮮に向けて、 新兵約1100人を輸送中であった。坪井の命により、何は艦長、東郷平八郎海軍大佐が停戦を命じて、臨検を行い、打破しようとした。しかし、数時間に及ぶ交渉が決裂したため、東郷は、同線の打破を断念して、撃沈に踏み切った。その後、英国人船員ら3人を救助し、新兵約50人を捕虜にした。 豊島沖海戦で日本側は死傷者と感染の損害がなかったのに対し、清志側は墨園、交通が損傷し、ミサオ港が漏殻された。イギリス省選挙を形容していたコーノボルボが撃沈されたことで、一時期イギリス国内で反日世論が沸騰した。しかし、イギリス政府が日本寄りだった上に、国際法の権威ジョン・ウェストレーキと、 トーマス・アースキン・ホランド博士によって国際法に則っ,った処置であることがタイムズ氏を通して伝わるとイギリス国内の反日世論は人生化した。政官の戦い政官の戦いから万里層に外戦し、巨竜民や朝鮮重心などの歓迎を受ける混成旅団。1894年8月5日。7月24日、豊島沖海戦の直前。 真の増援部隊1300人が上陸し、橋朝廷督率いるが残県と全州の新軍は3880人の規模になっていた。根性大急旅団長、大島義正陸軍少将は南北から攻撃される前に官邸、朝鮮政府、より依頼の有無に関せず、まず、河山の新兵を総投し、迅速帰還し北方の新兵に備え振る。 カタカナをひらがなに書き換え、到底を入れたため、25日から26日にかけ、半寸郊外の立山から攻撃部隊を南進させた。日本軍の南下を知った新軍は、大路のないガザンでの戦闘を避け、そこから東北東18キロメートルの青函駅周辺に上司勢率いる主力部隊を配置した。さらに、その南の高州に波程徳が一 a 五百人と、 待機した。29日深夜、日本軍は左右に分かれ、青函の進軍に野襲をかけた。午前3時、右翼隊の前衛が待ち伏せていた、偵察中の進軍数十人に攻撃され、松崎直進陸軍隊員他が戦死した。不安内の上、道が悪い土地での宇宙の夜間行軍は、水田に落ちるなど難しく、各部隊が予定地点に着いたのは、 午前5時過ぎであった。午前8時台、日本軍は、聖官の抵抗拠点を制圧した。さらに午後3時ごろ、ガザンに到達したものの、新軍はいなかった。死傷者は、日本軍88人、新軍500人前後。旅団は8月5日、本部のあったソウル城外南西の万里層に凱旋、大鳥慶介講師や居留民、朝鮮重臣などの歓迎を受けた。 生漢、ガザンから交代した新軍はおよそ1ヶ月をかけて移動し、平壌の友軍への合流を果たした。なお、根性大級旅団は、派兵が急がれたため、民間人の軍部を帯同することも、運搬用の多歩車両を装備することもなく、補給に大きな問題があった。このため、ガザンへの行軍では、日本人居留民のほか、現地挑発の朝鮮人、 妊婦2000人とたば700頭で物資を運搬するはずであった。しかし、馴染みのない様式の外国軍に挑発された妊婦の逃亡が少なくなく、特に不評。第21連隊第3大隊は皆逃亡して、ついに翌日の出発に支障を生じたため、7月27日、早朝、同大隊長、小島札那陸軍少佐が隕石自陣した。 第日本大朝鮮両国名約朝鮮人兵士と中国人捕虜8月26日、日本は朝鮮と第日本大朝鮮両国名約を締結した。朝鮮は日清戦争を朝鮮の独立のためのものとした同盟約に基づき国内での日本軍の移動や物資の調達など日本の戦争遂行を支援し、また自らも出兵することになった。 ピョンヤンの戦いピョンヤンの戦い開戦前から朝鮮半島北方で混成大9旅団の騎兵隊が偵察任務についており7月末ピョンヤンに新軍1万人集結との情報が大本営に伝えられた大本営は30日に第5師団の残り半分に8月14日に第3師団に出動を命じたしかピョンヤン攻略戦に参加できず 8月中旬、ハンスンに到着した第五師団長、のつみちすら陸軍中将は、情勢判断の結果、朝鮮政府を動揺させないためにも、早期の平壌攻略が必要と判断した。第五師団が北進を開始した9月1日、同師団と第三師団その他で、第一軍が編成された。12日、二川に上陸した第一軍司令官の山形有も、 陸軍大将が第5師団宛てに第3師団の到着を待たず従来の計画により平壌攻撃を実行すべきと指示した。李公省から平壌に集結した新軍の葬式を任されたのは青官の戦いで敗れた橋町帝徳であった。9月7日、派は高所定の由志取りの特則を受け7000人の迎撃部隊を難進させた。しかし、どうや、 敵襲との声で、味方同士が発砲し、死者20人、負傷者100人前後を出して、迎撃作戦が失敗した。13日、派は、包囲される前に撤退することを4章に図ったものの、法天軍を率いる左、法隆氏が派を監禁したため、新軍は4章が、ここに戦うこととなる。9月15日、予定通り日本軍の平壌攻略戦が始まった。 北東から前進予定の不評第10旅団長、辰美直文陸軍少将に、午前8時、前後にはピ壌によって、企画家と握手し、と前日返信していた大島旅団長を率いる、混成第9旅団は、南東から、ピ壌城、大道門の対岸近くまで前進したものの、右岸のホルイト機関砲に、阻止されて、露英地に退くと、夕方近くになると戦況が到着していた。 しかし、徹底抗戦派の左、宝高氏が反撃に出て戦死したこともあり、午後4時40分ごろ、平壌城に白旗が立ち、休戦後に新軍が退却するとの書簡が日本軍に渡された。もっとも、小病兵を除く新軍は、休戦前に平壌城から脱出し、代わって日本軍が入城した。なお、日本軍は新軍を優先したため、この戦いでも、 呂食不足に悩まされ、最も良い混成第9旅団でさえ、常食と傾向交流それぞれ2日分で攻略戦に臨んだ。糧食不足は、平壌で新軍のものを確保したことにより、当面解消された。航海海戦連合艦隊機関松島大本営の作戦大方針では、海軍が、新の北洋艦隊総統と正海権掌握を担うとされていた。しかし、 持久戦と西洋列強の介入で講和に持ち込みたい。利交省は北洋艦隊の定常小提督に対し近海防御と戦力温存を支持していた。このため海軍軍令部長河山助則海軍中将が西京丸で最前線の航海まで偵察に出るなど日本海軍は艦隊決戦の機会になかなか恵まれなかった。9月16日午前に一時近く。 陸兵4000人が分譲する輸送船5隻を護衛するため母港以海兵から出てきていた北洋艦隊が大連湾を離れた。同日大狐山での陸兵上陸を支援した北洋艦隊は翌17日午前から大狐山沖合で訓練をしていた。午前10時過ぎ、作敵中の連合艦隊と遭遇した。連合艦隊は第一遊撃隊司令官 坪井渡る三海軍少将率いる四隻が前に、連合艦隊司令長官、伊藤助行海軍中将率いる、本隊六隻が後ろになる、単銃陣を取っていた。12時50分、横陣を取る、北洋艦隊の機関、庭園の30.5センチ砲が火を吹き、先端が開かれた。開戦の結果、無双交換の多い連合艦隊は、全艦が被弾したものの、機関、 松島など4隻の大中波に留まった。総甲艦を主力とする北洋艦隊は、連合艦隊の6倍以上被弾したとみられ、長遊、遅延、共演など5隻が沈没し、6隻が大中波、用意、高校が格差した。なお開戦後、北洋艦隊の残存艦艇が一海営に閉じこもったため、日本が政界権をほぼ掌握した。 第2軍による旅順攻略9月21日、海戦勝利の方に接した大本営は、冬季作戦大方針の一旅順半島攻略戦を実施できると判断し、第2軍の編成に着手した。その後、まず第1師団と混成第12旅団を上陸させ、次に旅順要塞の規模などを偵察してから第2師団の出動を判断することにした。月日、 第一軍と互いに機脈を通し、連合艦隊と相協力し、旅順半島を占領することを第二軍に命じた。21日、第二軍は海軍と調整した結果、上陸地点を金州城の東、約 100km の花園口に決定した。第一軍が王力港を溶かして、真の領土に入った24日、第二軍は第一師団の 第一波を花園口に上陸させた。その後、旅行を求め、西に3 0トル離れた港で、領食、弾薬を揚陸した。11月6日、第一師団が、金州城の攻略に成功。14日、第二軍は、金州城の西南5 0トル領順を目指して、前進し、18日、偵察部隊等が、遭遇戦を行った。21日、 総攻撃をかけると、新軍の士気などが低いこともあり、翌22日までに、堅固な旅順要塞を占領した。両軍の損害は、日本軍が戦死40人、戦勝241人、行方不明7人に対し、新軍が戦死4500人、捕虜600人、旅順を簡単に攻略できたものの、大きな問題が生じた。タイムズやニューヨークワールドで、 旅順陥落の翌日から4日間、幼児を含む非戦闘員などを日本軍が虐殺したと報じられたのである。虐殺の有無と犠牲者数について小説があるものの、実際に従軍して直接見分した有馬長尾は民間人の巻き添えがあったことを示唆した。現在この事件は旅順虐殺事件として知られている。なお、同事件は日本の外交上、 深刻な事態を招きかねなかった。条約改正交渉中のアメリカでは、一連の報道によって一時、上院で条約改正を時期尚早との声が大きくなり、日本の重要な外交懸案が期待に瀕した。このため、ニューヨークアールド市場で、道の区外省が弁明するような事態に陥った。しかし、翌年2月、上院で日米新条約が批准された。 第一軍の応力校とか10月中旬、清市は国土防衛のため、朝鮮との境界応力校に沿って、将兵3万400人と大砲90門を配置していた。もっとも、平壌から配送した約1万人が含まれる部隊は、士気が低い上に新母兵が多いと、自然の溶害9連場の防衛などに困難が予想された。さらに、 葬式を取る総計にも問題があり、やがて諸将官で不協和音が生じることになる。10月15日、領職不足に苦しむ第一軍は司令部が安州にようやく到着し、大本営から全面の敵を牽制し、間接に第二軍の作戦を援助との電報を受け取った。第二軍の第一波が両党半島に上陸した24日、 陽道部隊が、阿弥ラ河口から21時30分に、河橋援護部隊が、義州の北方 4km 地点から、暴力港の渡河を始めた。翌25日6時、予定より2時間遅れで、本体通過用の第1、第2軍橋がつながった。6時20分、野砲4門が、小山砲台に砲撃を開始し、不評の渡河が続いた。進軍に強く抵抗されたものの、 小山周辺の抵抗拠点を占領した。翌26日早朝、第一軍は九連城を総攻撃するため、露英地を出発した。しかし、新軍が撤退しており、無欠入城となった。その後、第三師団は、応力港の下流に沿って進み、27日に、河口の大東溝を占領し、11月5日、補給船確保のために、 航海沿岸の大狐山を占領した。第五師団は、領職の確保後に内陸部に進み、洋商法王城攻略戦を開始した。10月29日、騎兵に、火傷隊が法王城に接近すると、木内から火が上がっていた。14時50分に、騎兵は城内に突入し、進軍撤退を確認した。このため、主力部隊による攻撃が中止された。 東学農民軍の再放棄と4月朝鮮では、東学が戦争協力拒否を呼びかけたこともあり、軍用電線の切断、兵単部への襲撃と日本兵の捕獲、殺害など、反日抵抗が続いた。10月9日、新日政権打倒を目指す、赤和赤化をスローガンに、全法順率いる、東学農民軍が再放棄した。大院君は、 鎮圧のために派兵しないよう、大鳥行進に要請したものの、将来ロシアの軍事介入を警戒した日本は、11月、初旬に警備用の交尾不評独立第19、大隊を派兵した。鎮圧部隊は、日本軍2700人と、朝鮮政府軍2800人、各地の両藩士族や土豪などが参加する、民保で編成された。 11月下旬からの甲州攻防戦で勝利し、東学農民軍を南方へ退け、さらに、朝鮮半島の最西南端海南、人島まで追い詰めて殲滅した。なお、5ヶ月間の東学農民軍の戦闘回数46回、延べ13万4750人が参加したと推測されている。冬季作戦大方針の変更都会場攻防戦10月8日、イギリスが、 翌日イタリアが講和の仲裁を、また11月22日新が講和交渉を申し入れてきた。講和を意識する伊藤首相と道の子外相は、山海間や台湾やイカイエイの攻略など、大きな戦果が必要と考えていた。また大本営は、一木海湾北岸の上陸予定地点が、不欠表点、に位海エイにこもる、北洋艦隊一層の二条件が揃えば、 8月31日に定めた陶器作戦大方針を変更し、陶器の直霊決戦を考えていた。結局のところ、真の占領地で第1軍と第2軍が投影するとともに、前者が海上攻略作戦を、後者が異海へ攻略作戦を実施することが決まった。12月1日、第1軍司令部は第3師団長、桂太郎陸軍中将に、 海上攻略を命じた。第三師団は凍結した坂をダバが越えられないと、冬の幸運で苦しんだものの、13日に海上を占領した。しかし、そこからが問題であった。海上は北西1 5トルに、牛層が東北7 0トルに、両洋が南西6 0トルに、外平がある陸上交通の要衝で、 清よにとっても重要な拠点であった。このため、翌年2月27日まで4回の攻防戦と、小競り合いが続くことになる。12月30日議の大本営訓練により、会場の第3師団支援として、第2軍の内三島作戦に参加しない、第1師団から根性第1旅団が編成、抽出され、外兵方面に進出させることになった。その後、直霊決戦、 または、講和を踏まえた第一軍による台湾攻略という大本営の考えと異なり、第一軍が第二軍を誘う形で新作戦が動き始める。陸海軍共同の三島作戦1895年に、戦勝祝賀を行う慶応義塾大学の許可行列、大運動会、異界召官落北洋艦隊提督、帝女将降伏の図、宇田敏秀が1895年。 外国軍古問団を連れて降伏する日のとを描いた絵。ただし、帝は降伏せずに自殺しており、この絵は想像で描かれたもの。平安大将、清島さきの図、宇田敏秀が1894年10月。帝徳、帝女将を監督自殺図、水野敏方が1895年12月14日、大本営が、三島作戦の実施を決定した。第二軍司令部。 連合艦隊司令部との調整後、翌年1月8日に実施計画が固まった。作戦の目的は、直霊決戦に向けて、聖会権を完全に掌握するため、異界英湾に立てこもる、北洋艦隊の残存艦艇と海軍基地の破壊にあった。20日、四艦の砲撃援護のもと、三島半島先端に海軍陸戦隊等が上陸し、境上湾に、 不評第16連隊等が上陸を始めた。26日、第2師団と第6師団が兵身を開始した。30日、陸戦用の防御設備があったにもかかわらず、新軍の抵抗が強くなかったため、半日で、イカイエワンの南岸要塞を制圧した。陸上での新軍の抵抗は、2月1日で終わり、翌日、日本軍は、 北岸要塞などを無欠占領し、湾の出入り口にある要衝の竜江島と日島、停泊中の北洋艦隊を包囲した。なお1月30日、占領放題を視察していた、不評第11旅団長大事安巡陸軍少将,将が敵艦の砲撃を受け、戦勝死した。竜江島、筆頭の守備隊と北洋艦隊の残存艦艇は、孤立しても健在であり、帰艦。 庭園の30センチ砲などで交戦を続けた。しかし、水雷艇による魚雷攻撃に加え、日本艦隊の艦砲及び対岸から、日本軍に占領された砲台の美砲が砲撃を続け、清川の被害が大きくなると、真の陸兵とお雇い外国人は、北洋艦隊の帝徳、帝助将に降伏を求めた。2月11日、降伏を拒否していた帝帝徳は、 国洋通商大臣李工省に打電を、副読自決。14日の両軍の合意に基づき、17日に、新の陸海軍将兵とお雇い外国人が解放された。両河平原の作戦2度目の海上防衛戦が、終わった1月下旬から、第1軍司令部と大本営の間で、新作戦をめぐる駆け引きが生じた。前者は、両洋と栄光付近の進軍総統を求めており、 後者はその作戦が直令決戦を妨げかねないと拒否していた。最終的に両者の情報により相当作戦の範囲を縮小して3月上旬に作戦を完了することが決まった。3月2日、第5師団は前衛が安山丹に進出したもののすでに進軍が撤退しており撃破できなかった。三方を包囲されていた会場の第3師団は 2月28日死傷者124人を出しながら主力部隊が北方に進撃し、3月2日安山胆に進出した。4日合流した第3、第5師団が牛層を攻撃し、大路を断たれた新軍と紫外戦になったものの、翌日午前1時頃までに総統戦が終わった。2月21日、太平山の戦闘で第1師団がダメージを負っていた。 3月4日、再び新軍が動いたものの、第一師団の反撃で交代した。6日、第一師団は追撃戦に移り、翌7日、抵抗をほとんど受けることなく、栄光を占領した。9日、日清戦争最大の三河師団が参加し、両河対岸の都化地点手所台を攻撃した。1時間ほどの砲撃戦で戦況の奇数が決まり、 田所大の攻略に成功した。しかし、攻略直後に第一軍司令部は、全軍撤退と新軍の反抗拠点にならないよう、田所大将糸を命じ、全市街を焼き払わせた。なお作戦官僚により、第五師団と、交尾所隊が、西から栄光、牛僧、安山丹、鳳凰、城九連城までの広大な地域の守備にあたり、残りの六家師団と、臨時第七師団で、 直令決戦の準備が始まった。3月16日、参謀総長小松宮、秋人新能陸軍大将が精神大総督に任じられ、26日、第二軍司令部が大本営の新作戦命令を受領した。その後、三回関東方のよう川口への上陸準備のため、この絵師団と第四師団が広島から両党半島に移動した。台湾海峡の要衝。 レッ列島の占領台湾取得の準備として、陸海軍は共同で台湾海峡にある海上交通の要衝、方古列島を占領することとした。南方派遣艦隊の機関吉野が座礁し、予定より遅れたものの3月23日、混成死体がレッ列島に上陸を始めた。海軍陸戦隊が砲台を占領するなど26日に作戦が完了。 ただし、上陸前から輸送船内でコレラが発生しており、しかも島内は不衛生で飲料水が不足した。そのため、上陸後にコレラが蔓延し、陸軍の混成主体6194人のうち、発病者1945人、死亡者1257人もの被害が出た。同死体のコレラ死亡率20.3%、9000、 公は1895年4月17日に、調印された下関条約1895年3月19日、新の全権大使理交渉が文字に到着した。下関での交渉の席上、日本側の台湾割譲要求に対して、李は台湾本土に日本軍が上陸すらしておらず、筋が通らないと大いに反論した。しかし、24日に、 日本人防寒が利を狙撃する事件が起こり、慌てた日本側が講和条件を緩和して早期決着に動いたため、30日に一時的な休戦で合意が成立した。4月17日、日清講和条約が調印され、清朝間の総反関係解消、清から日本への領土活譲と賠償金を支払い、真の歳入総額2年半分に相当、日本に 最警国待遇を与えること等が決まった。5月8日、真の芝生で批准書が交換され、条約が発行した。1895年11月8日、両党幹部条約に調印調印された日清講和条約の内容が明らかになると、ロシアは日本への両党半島割情に反発した。4月23日、フランスドイツと共に日本に対して、 清氏への両党半島還付を要求した。翌24日、広島の午前会議で日本は、列国会議を開催して、両党半島問題を処理する方針を立てた。しかし25日早朝、病床につく、道の区外省が訪ねてきた、伊藤首相に対し、一列国会議は三国以外の干渉を招く、可能性が、二三国との交渉が長引けば清氏が、 講和条約を批准しない可能性があるため、三国の要求を即時受け入れるとともに、清には情報しないことを進めた。5月4日、日本はイギリスとアメリカが局外中立の立場を取ったこともあり、両党半島放棄を各議決定した。翌5日、干渉してきた三国に対し、両党半島の放棄を伝えた。なお11月8日、 清と両党付条約を締結した日本は5月8日の日清講和条約発行後、活上された台湾にこの絵師団を派遣した。29日にこの絵第一旅団が北部に上陸を始め、6月17日に台北で台湾総督府指定式が行われた後、19日に南進が始まった。しかし、 流言飛護などによる武装住民の抵抗が激しいため、予定していたこの江第二旅団の南部上陸を中止し、北部制圧後の南進再開に作戦が変更された。増援部隊として編成された根性第四旅団と警備用の交尾所部隊が到着する中、7月29日、ようやく旧台北府管内を制圧した。8月28日、この絵師団が 中部の昇華と四河港まで進出し、9月16日、台南を目指す南進軍が編成された。10月、すでに台湾平定に参加していた、混成第4旅団を含む第2師団が南部に分散上陸し、10月21日、日本軍が台南に入った。11月18日、大本営に全島兵転が報告された。軍政から民政に移行した翌日、 1896年4月1日に大本営が解散された。なお犠牲者は平定した日本側が戦死者164人、マラリア等による病死者4642人に上った。女性子供も参加したゲディラ戦などによって抵抗した台湾側が兵士と住民およそ14000人死亡と推測されている。日本は日清戦争全体を通して 主戦論で固まり、政治と軍事が統一されていた。改選前の5月30日、衆議院で内閣弾劾上草案を可決する党、条約改正など外交政策をめぐって、伊藤内閣と激しく対立する対外交六派も改選後、その姿勢を大きく変えた。解散総選挙後、広島に招集された。 臨時第七議会で政府提出の臨時軍事費予算案を満場一致で可決すると、伊藤内閣の戦争指導を全面的に支援した。つまり改戦により、反政府的な排外主義的なショナリズムがこれを抑えてきた政府の支持に回ったのである。また、反政府派の衆議院議員だけでなく、知識人も、新との戦争を支持した。例えば、大震戦争について、 福沢諭吉は、文や文明と野蛮の戦争と位置づけ、内村勘蔵は犠戦と位置づけた。なお、内村と同じように10年後の日露戦争で、非戦、反戦の立場を取る田中正蔵も、大清戦争を支持していた。そうした一種の戦争熱は、民間の義勇兵運動の広がり、福沢や有力財界人などによる軍資金権能にも現れた。 清との戦争は、まさに巨国一致の戦争であった。6月5日、参謀本部内に、史上初めて大本営が設置され、形式乗船時に移行した。8月4日、大本営が、作戦大方針を完成させ、翌日、天皇に上奏された。大方針では、北海湾沿岸に、陸軍主力を上陸させて清と私有を決することが、目的とされ、 このための作戦が2期に分けられた。第1期作戦は、朝鮮に第5師団を送って、新軍を牽成、残りの陸海軍が、出動準備と、国内防衛、海軍が、新の北洋水師総統と公開、北海湾の政界権掌握とされた。第2期作戦は、第1期作戦の進行、つまり、政界権で三つが想定された。政界権を掌握した場合、 直霊平野で決戦を遂行、日本近海だけ政界権を確保した場合、朝鮮に陸軍を増派し、朝鮮の独立確保に努力、政界権を失った場合、朝鮮に残された第五師団を援助しつつ、国内防衛とされた。8月14日、朝鮮半島南部に待機中の連合艦隊から、自長の策を取ると打電された、大本営は、第二期作戦をで進めることにし、 各主団長に訓示した。31日、大本営は、陶器作戦大方針を定め、上記作戦大方針のに変更し、直例決戦を行うことにした。しかし、実際に、政界権を、まだ掌握していないため、一直例決戦の根拠地として、旅順半島の攻略確保、二進軍を、南満州に引きつけるための陽動作戦を、実施。 三洋道作戦の準備として新軍が集結する、平壌を攻略するとされた。翌9月1日、まず三を実施するため、第一軍が編成された。なお、当時の戦争指導は、政治主導であった。天皇の特使により、本来メンバーではない山形須海津議長と、伊藤首相と道の区外相が大捕鯨に列席し、伊藤首相は、西洋列強の思惑を踏まえた、 意見書を提出することもあった。政治が軍事をリードできた要因として、第一に、統制権独立の制度を作った当事者たちであった、ため、同制度の目的と限界を知っており、実情に合わないケースで柔軟に対処できたことが、挙げられる。第二の要因として、指導層の性格が挙げられる。当時の指導層は、政治と軍事が身分化の江戸時代に生まれ育った、武士出身であり、 明治維新後それぞれの個性と偶然などにより政治と軍事に進路が分かれた。したがって政治指導者は軍事に、軍事指導者は政治に一定の見識を持っており、また両者は帝国主義下の国際環境の状況認識がほぼ一致するとともに政治の優位を自明としていた。関連して反発の存在も挙げられ、軍事に対する政治の優位つまり、 反発の優位でもあった。なお、そうした要因は、日露戦争後次第に失われたものの、第一次世界大戦後には、いわゆる、対象デモクラシーを経て、議会制民主主義が根付くとみられた。しかし1930年代初頭の世界強行後に、軍による主導にシフトすることになる。日本と比して、広大な国土と、莫大な兵力を持つ清志は、1884年当時、 圧倒的に優勢と思われていた。しかし、挙国一致の日本と交戦する清は、そもそも平時から外交と軍事が不統一であった。高所定の申請化、外交、業務を所管する総理我門と軍務を所管する軍機ところとが分離したままであった。その上、外交が一体化されていなかった。貿易港全体を管轄するとはいえ、決定権のない総理我門と、 天津港に限られるとはいえ、金佐大臣として全権を持つ北洋通商大臣理工省とが二元的に外交を担っていたのである。特に対朝鮮外交は、対ロシア交渉で情報を引き出した異議条約、締結年の1881年以降、令部から平権を持つ北洋通商大臣の直轄に移行し、朝鮮で総理朝鮮交渉通商人を務める縁。 政外と密接に連絡を取る理が、総理我門と対立していた。軍事も、外交と同じように、海戦時に一体化されていなかった。常備する陸海軍の兵権が分散されていたことも、あり、当初、日本との海戦は、国家を挙げた戦争ではなく、北洋通商大臣の指揮するものと位置づけられた。同大臣の理は、もともと、渤海沿岸の三省の解剖とそのための兵権。 三省の総督に訓練できる権限、朝鮮出兵の権限を与えられていた。また、北洋水師を投函するとともに、死費を投じて編成したイサム軍の一つ、いわゆる北洋陸軍を抱えていた。しかし開戦後、西京将軍、総慶に隷属する東三世の連軍も前線に投入されたので、二元統水に陥る可能性があった。そのため十二月二日、 金佐大臣、劉根一に、山海艦伊藤の全兵権が与えられた。このように外交と軍事が作争する清氏には、海戦直前、李や、官僚の一部、政大公等の無視できない戦争回避派がいた。7月16日、軍機所と,と総理我門などの合同会議では、海戦事情を結論とし、18日に上層された。そのこともあって、李は、 結果的に兵力を蓄次投入してしまう。しかし9月15日、平壌で敗れると戦略を大きく転換した。19日、上層軍により日清戦争について北洋通商大臣の指揮する戦闘から国家を挙げての戦争と位置づけ直し、時給戦を取るよう提案した。時給戦で西洋列強の調停を期待し、それから日本との講和に臨む構想であった。 9月29日、共振脳に外交、軍事を統括する最重要の権限が与えられると、ようやく、死んでも国家を挙げて戦う体制が整えられ始めた。しかし、肝心な兵力にも問題があった。講師を左右する、政界権で重要な役割を果たす海軍力は、海軍費が聖大公の発する岩わ修復に使われたなど、増強が進んでいなかった。 例えば、真の4艦隊のうち、戦闘能力の最も高い北洋艦隊でさえ、海戦4年前の1890年に収役した、巡洋艦、平螺が最後に配備された、新造艦であった。実質的に正解権の奇数を決めた、公開海戦では、1892年に収役し、関東水師から編入されていた、公平が参加するものの、対する日本艦隊は、 1891年以降に収益した巡洋艦緑隻が参加した。問題は海軍力だけでなく陸軍力にもあった。海戦時、常備軍の連軍とイサム軍には負 862A、馬 192A があり、その後、新母兵の部隊が編成された。しかし、そうした諸部隊の間には士気や連度や装備などの差があり、 文官の式で実戦に参加する部隊もあるなど、近代化された日本軍と対照的な側面が多かった。なお、真の陸兵はしばしば戦闘で振るわず、やがて日本側に弱兵とみなされた。戦費は2億3340万円で、改戦前年度の一般会計歳出決算額8458万円の2.76倍に相当した。 内ち林軍特別会計の支出額構成費は、陸軍費が82.1%、海軍費が17.9%であった。林軍特別会計の収入額は2億2523万円であり、主な内訳が交際金51.9%、賠償金35.0%、1893年度の国庫常用金10.4%であった。なお、 1893年度末の日本銀行を含む全国銀行預金額が1億152万円であったため、上記の軍事交際1億1680万円の引き受けが容易でなく、国民の愛国心に訴えるとともに、地域別に割り当てる等によって交際募集が推進された。1894年8月16日、軍事交際条例が交付された。 8月17日、大倉省は、軍事交際条例による、軍事交際3000万円の募集を公示した。9月10日から、発行、応募額は7700万円余りに上り、実習額は3006万円。8月18日、大倉大臣、渡辺国武,武は、関東同盟銀行幹事、渋沢栄一、山本直也、安田善次郎代理、 長谷川先蔵を招き、軍事交際募集について、協力を要請した。また8月に、渡辺蔵省は、各地方官に対し、軍事交際条例について、官内の有志に応募させるような役にした。11月22日、二度目の内里氏。11月21日、伊藤首相、渡辺蔵省は、東京の銀行家五人を招き、軍事交際募集方法を協議した。 11月22日、大倉省は、軍事交際5000万円の募集を交付した。応募額は9030万円余り、実習額は4763万四円。1893年、陸軍が戦時編成を改め、翌年度から新編成が適用された。その1894年度動員計画では、野戦七子師団と兵団部、守備所部隊など、 人員22万580人、馬4万7221頭、野戦法294門を動員できる体制であった。なお、動員計画上、戦時の1個師団は1万8500人と、馬5600頭で編成されることになっていた。実際の動員は、6月5日に第5師団の不評第9旅団から始まり、7月12日に、 残りの不評第10旅団が続いた。7月24日に第6師団が、8月4日に第3師団が、8月30日に第1師団が動員に入り、また10月上旬に第2師団が動員を終えた。この絵師団は10月8日、戦闘部隊の動員が終わったものの、派兵が決まらなかったため、兵幹部などを含めた動員の完了が翌年2月16日となった。 第4師団も12月4日、戦闘部隊の動員が終わり、翌年3月上旬に動員が完了した。その後、両河平原での作戦が完了すると、第2期作戦の準備が始まった。3月16日に、参謀総長小松宮、秋人新能陸軍大将が、精神大総督に任じられ、直令決戦で先陣を務めるこの絵師団と第4師団が広島から、 両党半島に向かった。最終的に計画を上回る24万616人が動員され、うち17万4017人が国外に出生した。ただし第四師団など実戦を経験しないまま帰国した部隊もある。また、文官など6495人、主に国外で運搬に従事する民間人の軍部10万人以上の非戦闘員も動員したの雇用に変わり、 兵役経験のない未教育者を補助輸送として多数動員。なお、20から32歳の兵役年齢層について、戦闘員の動員率5.7%と推計される。近代陸軍のモデルである、仏独の陸軍は、鉄道と運河を使えないところで、物資輸送を馬に頼っており、また、日本陸軍は、ドイツ陸軍を手本に、 平坦輸送計画を立てていたにもかかわらず、物資の運搬を人と一輪車、第八車に頼った主因は、馬と馬両の制約にあった。特に馬の制約は、最初に出動した第五師団で強かった。同師団は、印馬管区内の馬が少なかったこともあり、乗馬669頭とダバ789頭の動員にとどまった。しかも、徒歩車両を用意せず、 現地挑発の朝鮮人妊婦と馬が、しばしば逃亡したため、兵団部所属の軍部1022人がダバを引き、ショイコで物資を運搬するだけで足りず、時に戦闘員も兵団部の物資運搬に従事した。戦地軍法会議による処罰者が1851人いた。そのうち軍人が、約3割、軍部が約7割を占め、また、全体の2割に当たる370人が、 陸軍刑法違反で、残り8割の1481人が、刑法など、その他の法令違反であった。国外動員の陸軍軍人174,017 17人の、うち、500人台が処罰された。内訳は、隊長官暴行が6人、逃亡罪が11人であった。平時の生活とかけ離れた戦場の中でも、軍旗は、おおむね保たれたと考えられている。ただし、 戦地軍法会議にかけられなかった両巡虐殺事件が発生しており、1894年6月29日付の参謀総長から、根性旅団長宛ての訓令、両職等の運搬はすべて挑発の材料を、用うべきことを受けて、およそ通行の牛馬は荷物を乗せたるといの後にかかわらず、これを押し手のひらするような行為が公然と行われていた。また被疑者を特定できないと、 処罰に至らなかった刑法犯罪なども当然あったと考えられる。700人以上の戦没者を出した第三師団の鎮魂のために名古屋市中心地に建てられた日清戦争戦没記念日防衛ハンドブックによれば戦死、戦勝五1,567名、病死12,081名、変死176名、計13,824名。また、 陸軍省医務局編、明治278年薬陸軍運営政治籍によれば、日清戦争と台湾平定を合わせて、陸軍の総患者284,526人、総病死者2159人であった。しばしば議論の的になった閣刑については、患者41,431人、死亡者4,064人であった。なお、 格気問題の詳細は、陸軍での格気大流行を参照のこと。当時の朝鮮半島は、衛生状態が悪いこともあり、戦地で伝染病が流行った。とりわけ台湾では、暑い季節に、ゲリラ戦に巻き込まれたため、この絵師団長の北白川宮吉久新能、陸軍中将が、マラリアで沈没し、この絵第二両団長、山根信成陸軍少将も占領死したほどであった。 ただし、広島大本営で、参謀総長のアリス川の宮たる人新郎、陸軍大将が腸チ,チフスを発症したなど、国内も安全ではなかった。戦地入院患者で病死した13,216人の、うち5,211人が、これらによるものであった。ついで消化器、疾患1,906人、かっけ1,860人、赤千1,611人、 超知不戦125人、マラリア542人、東初88人。最も犠牲者を出したコレラは、1895年3月に発生して、気温の上昇する7月にピークとなり、秋口まで流行した。出生部隊の外戦によって、国内でコレラが大流行したこともあり、その後、二の島、彦島、桜島の3カ所での検疫が徹底された。 当時の陸軍はしっかりした投器装備と玄関地での正しい防寒方法と思っていなかった。しかも、非戦当時の兵士は固くて履き心地の良くない軍艦よりも草履を履くことが多く、また物資運搬を担った民間人の軍艦は軍艦を支給されなかった。結果的に多くの兵士と軍艦が投傷にかかり相当な戦力低下を招いた。は 三島半島でのイカ英攻略戦、大陸での投影、両河平原の作戦などで多発した。このため戦後、そうした戦訓をもとに防寒具研究と、冬季訓練が行われた。そして後年、対ロシア戦を想定した、訓練中に起こったのが、八甲田雪中航軍遭難事件である。日本軍は、戦地で食料を調達するときに対価を支払っており、現地の民間人に対して、 略奪等の行為が皆無との見解がある。特に軍の規律は欧米を中心とした国際社会より高い評価を受けた。これは当時日本が国際社会で認められ、列強の介入を防ぐために厳格に国際法を遵守し、捕虜の扱いに関しても模範を示す必要性があったためであり、東洋の君主国と称えられた。現地の人々との関係も良好で、 例えば、日本軍が朝鮮半島を北上する際、畑で農作業中の農民に出会ったりすると、その作業を手伝った等の微笑ましいエピソードも残された。ただし、そうした光と異なり、影の部分もあった。兵士たちは、鉄道のない道路の悪い戦地で補給線が伸びきったために食料を略奪し、時に寒さをしのぐ燃料を得るために民家を壊して生き延びた。 また、満州の戦闘では、市街を焼き払っており、戦時国際法を適用しなかった台湾兵定では、集落ぐるみで子供も参加するようなゲリラ戦に対し、予防、懲罰的な殺戮と集落の勝夷とが普通の戦闘手段になっていた。戦時経済について、後年、財界の大御所、渋沢栄一が次のように解雇した。海戦当初の予想では、戦争、 戦費調達は、のため、金詰まりがはだしく、どの商売も不景気になるというので、皆定姿勢を取った。ところが戦争が進むと、案外のように、不景気どころか、むしろ好景気のありさまであった。総合雑誌、太陽1897年1月20日号。高橋、245ページ。実際、海戦当初の悲観的な見通しと異なり、戦時経済は、 大価なく運営された。その要因として、一日新戦争が、比較的短期活性規模であったことが挙げられる。このため、兵役的霊僧の動員率が5.7%に、とどまり、その多くが10ヶ月以内に復員した。に当時の日本は、潜在的に過剰労働力が少なくなく、特に主要産業の農業でその傾向が強かった。しかも、農村や、 農産村などで過剰労働力が滞留する中、出生兵士ルスタへの農作業支援もあった。結局のところ、戦時下で農業生産額が増加した。3、最も懸念されたのが、兵器や弾薬など軍需品の輸入増による国際収支の赤字化とその増大であった。政府は、できるだけ国産品を調達したものの、それでも、戦費の約1、 産が外国に支払われるような状態であったため民需品の輸入を抑制した。しかし輸出の伸びと戦地の支払いで日本の貨幣が円滑に流通したこともあり、結果的に国際収支は大幅な赤字に陥らず成果準備額も激減しなかった。もっとも戦争の影響は産業などによって異なった。商業への悪影響は民需品の物流を滞らせた。 船舶不足を除くと大きなものがなかった。工業への悪影響は原料工など商業より大きかったものの全体として打撃が小さかった。むしろ兵器関連業や面子防石業など平坦に関わる産業は特殊で活況を呈した。ただし、船舶調達のための資金統制により鉄道敷設の機構延期など新規事業が抑制された。 捕虜を殺害している日本軍日清戦争では、清軍からは1790人が捕虜として捕らえられ、その多くが日本国内の各自に収監され、特に労働を課せられることもなく、講和後には帰国した。この戦争自体が日本軍の連戦連勝で短期間で収束したことからの日本兵の捕虜が少数であることは確かだが、清から引き渡されたのは11名。 そのうち10名は軍部だった。これは、新軍は、通信の未熟や、中央の異例が、各部隊に届かず末端が暴走し、捕虜を取らず、殺害したためと考えられる。パンチの風刺が、小国の日本が、大国の清を破る様子を描いている。帝国主義時代に行われた、日清戦争は、真の維新失墜など、東アジア情勢を激変させただけでなく、 日清の良好戦国と戦争を誘発した朝鮮の三国にも大きな影響を与えた。近代日本は大規模な対外戦争を初めて経験することで国民国家に脱皮し、この戦争を天気に経済が飛躍した。また、戦後、反発政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換するとともに、懸案であった。 各種政策の多くが実行され、産業政策や、金融制度や税制体系など、以後の政策制度の原型が作られることとなる。さらに、真の賠償金などをもとに拡張した軍備で、日露戦争を迎えることとなる。対照的に敗戦国の清氏は、戦費調達と賠償金支払いのために、欧州列強から多額の借款を受け、また、要少のいくつかを、 咀嚼地にされて失った。その後、義和団の乱で、繁殖民地化が進み、滅亡に向かうこととなる。真の作法化から脱した朝鮮では、日本の影響力が強まる中で、交互改革が行われるものの、三国干渉に屈した、日本の政治的、軍事的な存在感の低下や、信童派のクーデター等によって改革が失速した。1897年。 朝鮮半島から日本が政治的に後退し、満州にロシアが軍事的進出をしていない状況のもと、大韓帝国が成立することになる。近代的な国民国家の形成憲法発布、部分的な条約改正、日清戦争の3点セットは、脱亜入王の第一歩であった。とりわけ、近代的戦争の遂行とその勝利は帝国主義時代の国際社会で、 大きな意味を持った。ただし、欧米の大国で日本の公使館が大使館に格上げされるのは日露戦争後である。また開戦をきっかけに国内の政局が大きく変わった。衆議院で内閣弾劾上総案を可決すると伊藤内閣への対決姿勢をとってきた対外交六派なども同内閣の戦争指導を全面的に支援した。つまり、 歴代内閣と反政府派の議員とが対立してきた帝国議会初期の混沌とした政治状況が一変したのであると自由党が提携し、第9議会で日本間行銀広報をはじめ、懸案の民法典第1編第3編など重要、法案を含む過去最多の93法案が成立。もっとも世間では、清志との改選が困惑と緊張をもって迎えられた。なぜなら、 歴史的に中国を崇めても見下すような感覚がなかったためである。明治天皇が新との戦争を春巡したように、日清戦争の勃発に戸惑う国民も少なくなかった。しかし、勝利の方が次々に届くと、国内は大いに沸き、戦勝祝賀会などが頻繁に行われ、帝国万歳が流行語になった。戦後の外旋行事も盛んであり、 しばらくすると各地に記念碑が建てられた。戦時中、男児の遊びが戦争一色となり、少年雑誌に戦争情報が溢れ、児童が新国人に小石を投げる事件も起こった。ただし、むつむねみつのように、コントロールの難しい公戦的愛国主義を危ぶむ犠牲者もいた。国民に向けて最も多くの戦争報道をしたのが、新聞であった。新聞社は、 コスト像が経営にのしかかったものの、従軍記者を送るなど、戦争報道の強かった大阪朝日新聞と中央新聞が発行部数を伸ばし、逆に戦争報道の弱かった郵便放置新聞、毎日新聞、大和新聞が没落した。また、中遊美談など読者を熱狂させた戦争報道は新聞、雑誌で世界を認識する習慣を定着させるとともに、 メディアの発達を促した。そのメディアは一面的な情報を増幅して伝えると人々の価値観を単一にしてしまう危険性を持った。例えば新聞と雑誌は清志が日本よりも文化的に遅れているとのメッセージを繰り返し伝えた。国民の側もそのような対外別紙の記事を求めた。日清戦争は近代日本が 初めて経験した大規模な対外戦争であり、この体験を通して日本は近代的な国民国家に脱皮した。つまり、日山幸男が指摘した国民の形成である。例えば、戦争遂行の過程で国家は人々に国民としての義務と貢献を要求し、その人々は国家と軍隊を日常的に意識するとともに自ら一員であるとの認識を強めた。 戦争の統合作用で重要な役割を果たしたのが大元帥としての明治天皇であり、天皇と大本営の広島移転は国民に天皇神聖を強く印象付けた。反面、清との交戦とその勝利は日本人の中国間に大きな影響を与え、中国別紙の風潮が見られるようになった。戦場からの手紙に多様な中国間が書き記されていたにもかかわらず、 戦後、多くの人々の記憶に残ったのは、一面的で差別的な中国間であった。なお、国内が日清戦争に興奮していた時、上田和都氏が、看護世界から脱却した国語の確率を衝動し、さらに領土拡大などを踏まえ標準語の喪失を提起した。財政、公共投資の膨張と、経済発展日清戦争が一段落つくと、領土、 賠償金等での勝敗落差の実感や賠償金の首都や三国干渉やロシアのシベリア鉄道、建設などを背景に政府内で戦後経営に関わる意見が出された。1895年4月、山形有友が軍備拡充意見書を上奏し、8月15日に大倉大臣、松方正義が財政意見書を閣議に11月に 公認の渡辺国武蔵省が財政意見書を閣議に提出した。政府は渡辺案を若干修正した戦後財政計画案を第9議会に参考資料として提出した。その後、一般会計の歳出決算額が改選前の1893年度8458万円から1896年度1億6859万円に倍増し、 翌1897年度から日露戦争中の1904年度まで2億円台で推移した。歳出増大に伴う歳入不足が3回の増税、旗箱専売制度、国債で補われ、以後の日本の税制体系の基本的な原型を形成したとされる。さらに公共投資も、 1893年度3929万円から1896年度6933万円に76.4%増加し、翌1897年度から1億円台で推移した。財政と公共投資の膨張に現れた積極的な政策姿勢は、負の側面もあったものの、戦後の経済発展の主因になった。 例えば、日清戦争で海運の重要性を認識した日本は1896年3月24日の公開省令法、造船省令法交付並びに船員養成施策などにより海運を発展させることになる。なお財政上、見送られてきた2番目の帝国大学が1897年の直例で京都に設置されること、つまり、 京都帝国大学の創設が決まった。また1897年10月1日、イギリス金貨で受領する真の賠償金とカンプ、報奨金をもとに貨幣法などが施行され、銀本位制から金本位制に移行した。本位貨幣の切り替えによって日本は世界の銀行か、世界の手形交換所になりつつあったイギリスを中心にする国際金融決済システムの利用、 日露戦争での戦費調達、対日投資の拡大など、近本位性のメリットを享受することになる。以上を要約すると、日清戦争後の日本は、反発政府と民党側の一部とが提携する中、積極的な国家運営に転換することになる。さらに、懸案であった、各種政策の多くが実行され、産業政策や、金融制度や税制体系など、 以後の政策制度の原型が作られることとなる。賠償金の使途1896年3月4日、真の賠償金と両党半島カ部報奨金を管理運用するため、賞金特別会計法が交付された。1902年度末現在、同特別会計の収入総額が3億6451万円になっていた。内訳は、 賠償金が3億1,107万円、官付報償金が4,491万円、運用利職、作造が853万円であった。また、同特別会計の支出総額が3億6,081万円で、差し引き370万円の残高があった。支出の内訳は、日清戦争の戦費が7,896万円21.9%、 軍閣費が2億2606万円62.6%、その他が15.5%であった。このように、真の賠償金などは、戦費と軍閣費に3億502万円84.5%が使われた。なお、1896年度から1905年度の軍閣費は、総額3億1324万円であった。死の構成費は、 陸軍が32.4%、66、艦隊計画を立てた海軍が67.6%。また、財源の構成比は、真の賠償金、官譜報奨金が62.6%、租税が12.7%、交際金が24.7%であった。西洋列強から大国と認識されていた清が、日本に敗れたことは、 東アジアの国際秩序を揺るがす一大事件であった。日清戦争によって列強は清氏への認識をそれまでの眠れる獅子といった大国的なものから改めることになる。その清氏は戦費調達と賠償金支払いのために列強から多額の借款を受け、また良好など要証のいくつかを咀嚼地にされて失った。敗北は養務運動の失敗を意味し、 対外的危機が高まる中、いわゆる変法派により、日本の明治維新に習った変法自教運動が唱えられ、後位らは明治維新をモデルとして、立憲君主制に基づく改革を求める上層を行った。1898年、皇所定が変法派と結び、急激な変革が行われつつあったものの、失敗した。一方、1890年代、孫文らは、 共和制革命を唱え、日本、アメリカなどで活動した。1890年には、婦人文社が香港で設立され、孫文は1894年にハワイで公中会を結成した。1895年に武装放棄に失敗、日本に亡命。日清戦争以降増加していた日本への留学生は1904年には2万人を超え、当時の留学生の間では、 革命思想が浸透した。1900年の義和団の乱では、清氏が戦線布告をした各国の連合軍に首都北京を占領される非常事態になり、国権の一部否定を含む北京議定書を締結するなど大きな代償を払った。さらに、南下政策を取るロシアの満州占領を招いた。以上のように清氏は日清戦争での敗戦を契機として、 繁殖民地化が急速に進み、最終的に滅亡することとなる。1894年7月23日、日本主導の政兵により、近江州内閣が誕生すると、日清戦争中、魚上駐や金飲食など、新改革派の官僚とともに改革が行われた。構想、貧妃派、大陰訓派官僚らの抵抗が強いため、10月に着任した。 井上香織公子の要請により、亡命中の僕へ移行と、序三則を加えた第二次金内閣が発足し、改革が推進された。翌年4月17日、日清講和条約の調印により、朝鮮は清との相反関係が解消された。しかし、直後の三国干渉で、日本の維新が失墜し、6月に第二次金内閣が崩壊した。そうした情勢のもと、 10月8日に、昨日と羊事変が起こった。大院君が、失勢に擁立されて、新療派が一掃される中、成立した第4次、金公衆内閣は、対応歴採用や断髪令など、国内改革を再び進めた。しかし改革には、政府内だけでなく、地域に根を張る両パンや、受学者たちも反発した。翌1896年1月、 衛星赤蛇を掲げる伝統的な支球派が政権打倒を目指して挙兵した。農民層を巻き込んだ内乱を鎮圧するため、王宮の警備が手薄になった時、政権から追われた新動派がクーデターを決行した。新動派はロシア水兵の助けを得ながら、孔を殺害された孔僧とその子供をロシア公使館に移し、2月11日に新政府を樹立した。同日、 総理大臣の金光州は、光か門外で群衆に撃ち殺されたの壊滅に続き、恩恵的開花派も政治的に抹殺された。こうして、日清海戦から続く武力を背景とした日本の単独進出は、日清講和条約の調印から一年も経たないうちに、頓挫した。つまり、日本主導による朝鮮の内政改革と独立の挫折であった。その結果、 義和団の乱後に、ロシアが満州を占領するまでの間、朝鮮をめぐる国際情勢が昇降を保つことになる。真の敗戦後、朝鮮半島で日本が政治的に後退し、満州にロシアが軍事的進出をしていない状況のもと、1897年10月12日、構想は皇定即意識を挙行し、国豪を朝鮮から大韓と改め、 大韓帝国の成立を宣布した。なお、この前後、清との相反関係の象徴であった、芸音門及び地獄碑といわれる大信仰帝独碑が倒され、前者の跡地にフランスのエトワール外線門を模した独立門が建てられた。ありがとうございます。